お久しぶりです、ガチャラです。今回は、先日アップした、動画の通り、転倒したんですけども、その時にですねフロントフォークが曲がってしまったんで、せっかくのネタなんで、動画を撮っていきたいと思います。それではですね、今回は、題名の通り誰でもできる、フロントフォークのインナーチューブの曲がりを簡易点検する方法ということでやっていきたいと思います。点検して曲がっていたら、修正してまた使うわけなんですけど、曲がっているフロントフォークを使いたくない理由をまずお伝えしていきたいと思います。インナーチューブが曲がってしまうとどうなるか、もちろん、フロントフォークの動きが渋くなります。動きが悪くなってしまうということですね。そうするとコーナーが曲がりづらくなるので、結局のところ走りづらくなるというところに行き当たると思います。なのでしっかりと点検をして曲がりのないフロントフォークで練習しましょう、レースをしましょうということです。曲がりを点検するのにですね、V ブロックだとか、ダイヤルゲージ、などがあれば、数値的にね、はっきりわかるんで、すっきりするんですけれども、特にね、その、曲がってる曲がってないの判断をするのに、こういった道具は、必要ないのかなというふうな気はします。修正、油圧プレスなどでね、修正する場合には、こういったダイヤルゲージ、V ブロックというものは必要になってくると思います。今までのですね、僕の簡易的なチェック方法だと、新品のインナーチューブと、曲がってしまったんじゃないかなと思われるフロントフォークを合わせてですね、こんな風に、ですね、合わせて、見ていました。この場合ですね、もし曲がっているとすると、こうやってね、わかりやすく言えば、こう先端がね、開いて見えてしまったり、ちょっと、見るところが違うとですね、中間がね、こう分かりやすく言うと、こうやって、分かりますよね。これピシッと つけるわけなんですけど、この真ん中がですね、すいて見えてしまう。このどちらかが、現れると、曲がってんなっていうふうに、自分は判断してきました。はい。で、新品のインナーチューブじゃなくても、長い鉄パイプとか、丸棒とかでもいいのかも、わかりませんけど、今回ね、自分がお伝えしたいのは、特別な、こういった道具がなくても、点検する仕方をお伝えしていきたいと思います。まずは、もう先にちょっと作業やっちゃってるんですけど、フロントタイヤ、キャリパー、ハンドル、そこら辺を全部取ってしまって、車体にフロントフォークが刺さった状態にしてください。フロントフォークだけが刺さった状態にしてください。でですね、片側のフロントフォークは固定しちゃって、もう片方の、フロントフォークはですね、曲がってるんじゃないかなと思われるフロントフォークは、落ちない程度に、適度に、回転できる程度に、締め込んでください。はい。で、その状態で、アクセルシャフトを通します。一応ですね、準備はこれで完了です。クランプボルトを緩めてある方のインナーチューブを、回転させてみてください。そうしますとですね、反対側のフロントフォークの、面と、アクセルシャフトの適当なところを、目検で基準にしてもらって、曲がっていればフロントフォークの面を基準にアクセルシャフトが、出たり入ったりするんですよね。で、ちょうどネジ山の、部分がですね、フロントフォークの面のところから出たり入ったりするんで、ちょっと見やすいと僕は思っています。はい。もしね、これで、回転させる方の、インナーチューブを回転させる方の、フロントフォークが曲がっていなければ、アクセルシャフトをね、出たり入ったりしないはずなんですよね。はい。この方法であれば、曲がっているか、曲がっていないかの点検は、誰でも簡単にできるんじゃないかなというふうに思います。それではやっていきたいと思います。先に、作業してしまってるんで申し訳ないんですけど、フロントフォーク、
はもうこれ刺さってるだけです。ハンドルはもう取っ払ってあって、右フロントフォークにはもうキャリパーはついてません。で、まあ、今回ちょっと点検したいのがこっちの左のフロントフォークなんですけど、まあ、こっちはこう、まあ、落ちない程度にですね、まあ、緩く締めといてもらってアクセルシャフトを刺します。はい、で、あとは、こちら側のネジ山が切ってるある方の、まあ、フロントフォークの面で、まあ、確認していきたいと思います。逆にこっちのフロントフォークを、まあ、チェックしたい場合は、まあ、反対のことを、まあ、これ逆にして、こっち側から刺して点検すればいいと思います。はい、でこっち側回してね。で今回はこっちが明らかに回ってるんで、こっちから刺してやりたいと思います。はい、このフロントフォークのこの面とマックスシャフトのネジ山ですね、まあ、適当に自分で切り作っておいて、まあ、こうやって出たり入ったりするんでちょっとよく見てみてください。じゃあ回転させます。微妙にですけどね、わかりますかね。はい、こういった感じです。はい、超簡単ですが、まあ、作業の方はこんな感じです。はい、それでは、ね、まあ、ちょっと余談なんですけど、まあ、自分はですね、このフロントフォーク、まあ、基本的に転倒しても、まあ、すぐ直して次の走行時間に間に合うようにしたいんですよね。なんで、うん、まあ、最低でも1セット同じセットのフロントフォークを用意して、まあ、練習なりレースなりいつも挑んでいます。なので、まあ、サーキットではですね、まあ、仮に、まあ、最近はフロントフォーク曲げることあんまりなかったんですけど、まあ、今回みたいにですね、まあ、フロントフォークを曲げてしまった場合、まあ、フロントフォークを入れ替えるだけで、まあ、次の走行に、まあ、挑めますんで、まあ、時間短縮できます。はい、で自分は、まあ、その方法を、取っています。まあ、さらに言えばインナーチューブも常時、まあ、新品で1セットは持っておいた方がいいのかなというふうに僕は思っています。今日は今日の撮影は以上になります。また気が向いたら撮影すると思いますんで、その時はよろしくお願いします。バイバイ。